なんちゃんはリテイクが人一倍多いよね。でもそれはベストを出し切りたいからだってちゃんと分かってます。いっつもランちゃんは耳と目を相手に 100% 傾けて相手のいいところを探してるよね。だからみんなランちゃんに話を聞いてもらいたいんだと思うよ。こう小さいところをないがしろにしないランちゃんの繊細さにほんと助けられてます。みんなさ、ガサツだからさ。ランちゃんはもしかして自分の弱さを誰より自覚してるのかもしれないね。だからこそいつも前を向いてまっすぐに立ち向かおうとするのかな。誰かの時間とか空間を尊重するって知性がなければ絶対できないこと。賢い女性だなぁといつも思います。好奇心旺盛で新しいことにどんどんチャレンジするエネルギーがすごいよね。未来を信じるその姿かっこいいです。ランちゃんはいつも謙虚で感謝を忘れないよね。どんな小さなことでも見逃さずにありがとうって言ってくれる。それすごいよ。普通さ、ちょっといいことがあったら調子に乗るもんだけど、ランちゃんは慢心しない。そこでグッとこらえるのは並大抵の女じゃできないことだよ。そう、生きとし生けるもの、誰だって多少は立場や心情に縛られてたりするものだよね。それをおもばかって理解しようとするのは心底優しい証拠だね。美しいと思います。はい。